皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介、まあどちらにしても国連でみんなつながってます。ただしスポーツの勝ち負けなんかは当事者にお任せということです。だから最初からスタジアムをね、結局みんなの税金使ってでしょ。でもちょっと心当たりあることをもう本当に言うから、本人も言っていいっていうことでテレビ出ていたから、多分ジャニーズの森田剛っていう名前の人としか言えない。その身分証明書見たことないから、でもしかしたら見せてくれたことあるかもしれない、わからない。だけども彼は、ね、宮沢りえと勇気持って結婚するっていう話で、もう正直僕も最初からもうこれはね、2002年サンパルス六甲で勤務してる時にその話持ってこられたんですよ。いや無理やって、そんなに抜いた人間は無理無理言って、その人間と結婚できないって、どこで何してるかわからんって、絶対みんなそうでしょ、男性目線で言うと。で森田剛と言われる彼が本当にどれぐらいのことを行ったかどうか分かりませんけども、ちょっとこれみんなしっかり聞いといた方がいい。ジョニー・デップ、彼が流暢な言葉しゃべっていて、メイクを落とした時森田剛でしょ、顔とか見ても。で現行法規、現代日本法規っていう六法全書よりももっと法律がたくさん載ってるもの、もう本当のことを言うと何回も言いますけどね、六法全書3ぐらいで収まるんですけども、文字を小さくしてるんです、六法全書はね。で流刑があるんですよ。だから自分から刑務所入るか、要するに保釈金とかで出てきてるでしょ、結局お金払ってで、その罰金刑みたいな形なんですよ。だから道路交通法違反とかのスピード違反とかね、そのもう相当な内容で禁錮刑の人とか何百万とか何千万とかの話になってくるでしょ。だから自分から素直にみたいな話の可能性がある。でジャニーズがある限り、これ次は次へと犠牲者が出てくるシステムになってませんっていうところが、本当は僕がいつものルートで送った SD カードの話になるんですよ。で高島彩の立場分かってるから、一応高島彩は今は個人事務所でしょ、で責任はジャニーズ事務所にあるでしょ。これ本人に言ってあげなかったら、その内容本当の話が送られてきた時に自分が隠蔽したら正社員アナウンサー言ってる高島狙ったらダメよ、こっちも自衛隊出すから。本当に下手な警察官本当に動いちゃダメだから、よく話分かんないもん。本当に僕警察官を自衛官の方で捕まえてって言うから、無理だから、そのシステムなかったら無理だから、一旦止まってもらわないと。ちょっと本当に今裁判所でいろんな件一気に行くから、とりあえず僕の高等裁判所のこと援護してください。もうテレビ局合併でいい、無理、最初からこんなにたくさん無理だったって、みんな借りなんかできないから、後の世代がねアナウンサーになっても自分の方に今度責任持ってこられたって無理でしょう。で経営者は年配でしょう、裁判長引くでしょう、死ぬでしょう、寿命でも無理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 、最初からこのシステム世の中無理ありすぎたんです。だやっぱり60歳ぐらいの人にはもう仕事降りてもらわないと。でただし裁判所に呼ばれたら出てきてくださいよっていうことになるんですよ。で皆さん大きく勘違いしてるかもしれませんけども、まあ基本的に僕は今高等裁判所に事件挙げて、向こうも事件継続中ですってしっかりと言ってくれてるので、向こうで法廷始まったら言います、行きますけども、一応ね予算の限界ありますから、これ中には最高裁に上げる話も出てくる可能性ありますね。もう状況見たら分かるでしょ、世の中どれだけめちゃくちゃになってるか。その被害者がずっと増えるシステム無理、本当に。で、それ大阪の高等裁判所でも地方裁判所からでもできるんです、裁判そこからでもね。民事訴訟法とかしっかり見ないと、
ある程度のこと、317にもうこれぐらいのことだったら覚えれるだろうなみたいな形でね、あと300、淡井圭介の履歴、ホームページ淡井圭介の履歴の317番を、まあ、クリックすれば、ある程度の法律名あるから、ね、状況良かったでしょ、大体って。あもう会社法、一般社団法人の、あの、なんだかんだらっていう、あの、長い法律名のところね、あれ、本当は23条とかに、連帯責任あるから、本当、社員。じゃあ非正規雇用までそれ求めますので、誰が指示出したの、経営者でしょって、会社の役員でしょって、会社のことは会社の役員が決めることになってるんだからって、分からん。だからあのジャニーズ事務所の今社長と呼ばれてるあの女性の人、昔も頭下げてる映像あるから、あの人今何歳か分かんない。でもしかしてあの人が年齢制限アダルト関係の20歳以上は見ていいとか、そういう身勝手な判決した裁判官かもしれない。本当に可能性、あくまでも可能性の話。いやもう言った、あの人もう昔の人、本当にだからもう警察官も一回落ち着いて、彼の言ってる記憶力とかかなり正しいと、これみんなで本当に情報をまず整理整頓して、物事何をしていいのか悪いのか、これ社会にしっかりと示さなかったらこれ無理だって、本当に滅ぶ、間違いなく。特に危機感を持ってほしいのは、自分に子供がいらっしゃる方、もうその人の世代で輸入止まる可能性がある、石油とかのガスの、これ世界的にどう考えても無理、もう消費量がずっと上がりっぱなしだから、1日の石油の消費量、本当あもうじいさんも分かったっていう声が聞こえてきてるけども、その人多分認知能力的に無理だと思う。かなりの高齢者の声で聞かされてるんだけど、正直言うとコンピューターは喋ってる人の声変える。もうこの間も中国のあの怖いニュース、あれも昔見たことある。こういう風にしただけで顔変わってる。あの神がかり的な力の方で顔が変わるのをはるかに逸脱してるんだけども、神がかり的な力の方で明らかにこれ人外の顔だろうっていうような顔、もう一回見かけた。2019年、テレビ朝日に、とにかくちょっと、宇賀夏実を指定してね、もうとにかく話ちょっとしようと。もう何がどうなってるかもう分からないと。手に負えないと。で、宇賀夏実、その時に、その頃に宇賀夏実が子供の頃、フルーツラパークに会いに来たなと。でもしかしたら、宇賀夏実も神戸市兵庫区生まれ、かもしれない、まあ、もしくは神戸市内、阪神淡路大震災の被災者の方で、ああいう風な状態だったから東京の学校に疎開した方かもしれない。でそのまま東京の学校で過ごしてきた、急に戻ってこようとしてもアナウンサーでしょ、だいぶいろんなこと言ってるでしょ、受け入れ先、本当のこと分かってる人じゃないところのところじゃないと受け入れ先がなくなってくるでしょ。無理、そんなに嘘言った人、もううちの会社は無理だからっていう話に多分なるのが普通だと思うね。何かおかしいでしょ。そうだったとしたらね、深田恭子に関しては僕の同級生 の、 あの妹だった可能性がある。無理、あんまり変なことしたらもう僕も無理、かわいない、無理かといって名前変えるのやめようって、本名だけなのって。ただしこれ離婚等々とかあって名前をどう名乗るかとかもあるし、嫁入り婿入りとかあるから、実際フルネーム名前変わっフルネームのその、あの本当は森京子なんじゃないかなとは思うんですけど、分からないですよ、あんまり多数来てるから。でラルクアンシエルのドラムの、ひろゆきっていうものは絶対もうほぼ 100% で僕と同級生だった、小学校は同じだったものだと思われますね。顔変わるからわからない。髪を正直あんまり多数の人間と関わってる人間、髪型変えて髪の毛染められたらどこまでかわからない。本当に警察手帳フルネームじゃない、無理。
警察官としての証明足りてない本当は。だから昔から、一応田中角栄さんは僕が生まれてくる前の総理ですけども捕まりましたけども、昔から総理でも捕まってるんですよ。ね、1956年の売春防止法が出来上がってから全員本当に真面目に、真面目そうな人間とだけ関わらなかったら無理なんですよ。である程度かなり法律分かってる人間で、本当に世の中のこと分かってない人間に上に疲れたら会社とかで無理。本当に僕もそれで結構ね、テレビ局出演者の淡井圭介と結婚話をした人間いっぱいいましたよ。米倉涼子さんとかもそうだし、鈴木杏樹さんとかも、千堂明子さんとかもそう、フルツラパークに働きに来たりしてるから、藤原紀香さんもそう、もういなくなったでしょ。で、僕はこれを世間にはっきりと開示できるようになった頃、もうテレビ局にいなくなったでしょ。電波で脳へのアクセスのシステムあるでしょ。笑えない、全然。みんな自分が操られてるっていう自覚ないから。多分怖がってたのは個人情報方法、違う本名かどうかさ分かんない。裁判所だって裁判番号は残るけども裁判記録自体は5年で破棄。本当に探せますって、みんな本当に状況分かってますって。今夜なんかもうかなりいろんなところでほとんどのことはほったらかし、何にも分かってない連中は建設業界とかに回って身勝手に建物解体して、身勝手にまだ使えそうなビルね、まだ使えそうなスーパーマーケット、ここも近辺の業務スーパーが解体されてるから築20年ぐらい綺麗なところ、分かんない、なぜ解体したのか。エネルギーの無駄遣い、エネルギーの残存量問題の話、あとみんなのお金の分もあるかもしれない、最悪税金使われてるね。裁判所で本当の書類出してもらわなかったら無理でしょ。もう現実分かってない人間は多すぎて、急に収拾つかない方向になるかもしれない。昨日もワールドビジネスサテライトで出演者の左手の男性のコメンテーターの人がガソリンに補助金だとわけわからんこと言い始めて、それするから安値になってみんなが次々自分のガソリン自分の車に入れて、休みの日とかプライベートの時間帯あんまり意味もないのにショッピングモールとか行ってるって、買うものないのにって。よく考えたら今買いそこに行く必要あるって自分で考えた時にないっていうことはもう認知能力なくなってるの、その人たち。わからない、その人たち何のルールに巻き込まれているのか。その遊んではならないルールに絶対参加しない方がいい。遊んではならないルールに乗った人間は最終的に脱法行為絶対してるから、かなりの大きな何でもしていいと勘違いし始めるから、もうそういう人間議員なんか絶対 見たことあるから、映像もう松方弘樹は、まあ、あれはエロ業界が本当は世間ってそれ通ってるから。で、神戸新聞社の本社が移転したのに、ハーバーランドに松方会館か何か、むちゃくちゃな名称をつけられてる。無理、その前にハーバーランドの映画館もだいぶ前からなくなってるから、消滅させたから。モザイクっていうところ、ハーバーランドのモザイクって、あの言葉の英語の意味はああいうふうな、そのなんか色業界用の言葉じゃないですよ、全然違う意味ですよ、英語の意味は全然違うから。で、変にもう横文字入れてくる人間、しっかり意味言わない人間、余計ややこしくする。本当に判断みんな間違えるから。タイタニックっていう映画はもともと白黒で、1950年ぐらいからもともと作られたので、その後もう1970年ぐらいかもしれない。でその後白黒の頃ね、でリメイクして、で登場人物が新しい人に変わって、でレオナルド・ディカプリオとかもう、けどあれもうエロシーン入ってたから無理やって、
ね、会社法で責任問われるでしょ、映画館、ね、館長誰って、もう消しとくわって、もう大体普通に考えたら分かるって、レンタルビデオショップとかレンタル DVD ショップとか有料番組ができた時点で無理だって、映画館なんか人口ずっと減ってるんだから、少子化どこもそう、そうじゃないとこなんかない、すでに一番最初の動画と今の淡井圭介の顔、一回静止画像で自分で画像写真撮って一番最初の時と比べてください、今どんどん顔変わってる、ほら浜田さんみたいな顔になるよ、ダウンタウン。本当は僕もそのフルーツラパークで、1998年ぐらいに働いている時にある程度その面白い内容とか言いましたよ、それ休憩時間、多分バーベキューコーナーの事務所で座ってる時で、まあ、ダウンタウンの2人も表現民なんですよ、尼崎ので、もう腕組んだだけで腕の血取られよう、痺れるか分かる、軽犯罪法の礼儀の部分にこだわってる、コンピューターか人間、人間こだわってた、後で取り戻すから、そういうことじゃ意味ない。これだけ世界線神がかり的な力込みで買ってきたり雨降らせたりしてる人間、神がかり的な力の分野で勝とうとする方が無理、裁判でも同じ、行政の方が悪いことしてるっていうことが分かった時点で分からないと勝つこと不可能、淡井圭介に頭の中取ってそれ理解させるのなし、言葉で分からなか、なんか分からないふりとか逃げ回る人間が頭の中取れてやいいの、はっきり言ってね、今僕は頭の中取られてる、これ多分証言させようにしようとしてる、ほんと多分我が天下とか戦国府部でとぼけてる連中みんな気をつけた方がいい、僕は一応こちらではこうなってるっていうことで、僕のホームページの60番台の我が天下と戦国府部についてのところ、多分それ増えていくと思う、あんまりつなげると一つのね裏のところの容量が重くなると、そこをそのアップロードされるのに時間かかっちゃいますから、一応ねそれ画面で食いってるはずなんですけど、ね、YouTube 見てたらわかるでしょ、それ画面で食いるから、画面を動かした時にね、画面が今再生してるとこずれてる時にその画面遮断されるでしょ、だその仕組みなかったら無理なんですよ、全部つながったらずっとアップロードするのに時間かかるから、まあダウンロードでもいいですよ、ダウンロードっていうのはデータをもらってる状態、アップロードっていうのは自分が上げてる状態、だから僕は YouTube にアップロードしてるからついついアップロードって言ってしまう、でデータをダウンロードしてる人はだからもう横文字混ざったらね、そのだけでもうみんなお互い何喋ってるか本当は分かってないよ、誤解するから、データ今もらってる人なのか、それとも自分でアップロードしてる方なのかな、扱ってみないと分からないから、今カメラがこの位置だからこっちに向かって今喋って、今やっと目線が合ってて、だからこれも機種によって違うから、その僕が真正面向いてるのあれはスマートフォンの画面自体がカメラですよっていう意味だ、それ桃源郷っていうここのすぐ近くの老人ホームで勤務しに来た人間にしっかりと教えてるから、テレビの画面っていつでもテレビ局出演者の方から見れるから、中が本当に操作の時に必要な時、でみんなそれ見てびっくりしようから、まあ、ちょっと厳しい現実ですけども、そう言っとかなかったらね、むちゃくちゃな悪さする人間世の中いっぱいいるでしょ、でもっと先のこと言いますよ、モニター、違う違う違う、電波で情報を送ってる時点で気がつかないと、電波でもともと映像を映してるんです、電波、屋根の上ね、電波と各家の上、基本的にアンテナある、
ずっとあちらこちらで電波が飛び交ってるの。スマートフォンの インターネットにつながらないような地域は何かあるか、真面目な内容を歩いて見に行こうとしましたからね。御社駅から大野の方へ向かって歩いて行ったところの、ちょっとね住所わからないかはっきり言えないんですけども、見事な水路のいらない、基本的にですよ、水路のいらない水田があったんですよ。最初からコンクリートなんです、そこと横。水が絶対雨降ったらたまる、そこは貯水池、そこに直接植える、植えるというか、まあある程度育った苗をね、そこに置いておくね、水路いらないでしょ。だけど全ての箇所もね、その農地をそれにするの無理だから、もともとけど農地のところは基本的に大丈夫だったはずでしょうね。右目のまぶたはもう人になってるでしょ。本当のこと言っただけで、これ後で河合圭介は取り返すって言ったんですよ。ルール法律正当防衛あります、民事でも刑事でもあります、言い方それでいいんです。じゃあこう言いましょうか、刑法民法以上両方ある。意味わかります？途中で自分の自然に以上っていう言葉が出てきたんですけども、だからその流刑の話、現行法、現代日本法、他にも怖い法律いっぱいあります。いや最初からこれ無理だったんじゃないかって、その平成11年にその朝鮮半島にね、日本としては国会で朝鮮半島に軽水路を技術を、まあ、提供するというか、まあ、手助けしますよっていうような内容を国会で作ってるんですよ。けどそれしてたら今度ウラン鉱の採掘追いつかなくなる可能性ありますよって、中国もう核兵器が250発みたいな表記してますけども、あれ核兵器じゃないですからね、原発に使ってるから。核不拡散防止条約とか核兵器禁止条約とか知りません？あれゼロになったら多分原発止まります。テレビ局で嘘の放送されたらもう分からない本当のことが。で自分の国の政府はよく物事を分かってない人たちばっかりになってるっていう政府の人間はね、これが本当、一般人お手上げ、僕みたいにずっと調べてる人間ぐらい物事分かるの。池上彰さんも間違ってる時あります本当に。